今日はインベというね、備前市インベという場所に、ね、来てます。ですね、まあちょっと分かりにくい場所にあるんですけど、この辺にね、ホルモンうどん、ホルモン系のね、なんかそういうものが、あるということで、もう昔ながらのね、やってるお店ということで、結構地元の人の間では人気の場所ということで、ちょっと今日はそちらの方にね、向かおうと思うんですけど、ちょっとね、どんな感じなのかと、ワクワクしながら、向かってんですけど。よし、もうそろそろなんですけど、備前市インベ町、岡山県南東端に位置し、古墳時代からこの地で陶器が焼かれていた窯跡が多く残る。町並みを構成する家屋は多くが明治時代から昭和初期に建てられたもの。店はこちら、備前市街地から旧2号線に抜ける直前に位置するお店。昭和の雰囲気を漂わせる外観ですが、創業40年、素材にこだわっているようです。はい、今日こちらにちょっと行ってみようかなと、思います。ホルモンうどん清水さんということで、メニューはこちら、ホルモンうどんのほか、お好み焼きやモダン焼きなどあります。もちろん、ビールもあります。ホルモンうどんは、兵庫県佐用町及び岡山県今坂地方中東部津山市などの名物料理であるのだが、発祥の地は限定できなく、兵庫県佐用町から岡山県北部にかけての地域は出雲街道沿いにあって、県境、旧国境をまたいだ古くからの文化、経済的なつながりが強く、これらの地域一帯で畜産業、精肉業が盛んであったことから、自然発生的に生まれた郷土料理であるとされている。
はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。今回はホルモンうどんのお店にお邪魔させていただきました。ホルモンうどんのお店はどこが古いのかは分かりかねませんが、今日のお店も相当古く、津山で B 級になる前から有名な老舗だったかもしれません。今日いただいたホルモンうどん、ピリ辛と甘だれで美味しくいただきました。この他そば飯やお好み焼きもメニューにあります。ぜひ行ってみてください。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。